Amazon プライムビデオで、作業用 BGM みたいな感じで映画を流しながら見てるんだけど、うん、お、何見ました最近？逆襲の者。宇津木さんソフト持ってんじゃないですかそれ。持ってるけどプライムビデオでも流して、はいはい、で僕はそう、つまり、はい、ついに狂気の沙汰に入ったわけだよ。何ですか？プレステ4を起動して逆襲のシャアを流しながら、うん、プライムビデオでも逆襲のシャアを流して、逆襲のシャアをサントラをかけながら作業してみたの。正気じゃないっすね、マジで。何のためにそれやってんすか？なんかふと、なんか作業していくうちに、うん、自分がニューガンダムなんじゃないかって思われてきて、うん、急に BGM を口笛が始めて、コンバットで、ドゥ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 ーン。すげえ、完全に最高やろうね。ドゥン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 、ダダダダダダダって言って壁を殴り始めて。やべえ、すげえな。もう、それは、もう、サイコフレームのサイコってそういう意味じゃない。完全にサイコ野郎ですよ。いや、作業がそれくらい嫌だったの？いや、どんだけ嫌な作業だった、うん、すごい嫌になってきて、はい、なんかもう俺がニューガンダムなんじゃないかな。ダメですって、その領域で。好きなのは俺、サザビーとかの方なんだけど、はい、いや、でも俺はニューガンダムだ、今だけ。なんでニューガンダムの方に感情を入れちゃったんですか？ちょうど、アムロは殺せって、ギュネが、捕まえるところ、ワイヤーみたいなところで、はいはい、あそこのシーンだったのね。うんうん、目の前のプライムビデオが。横のサントロは、コンバットっていう曲で。はいはい、うるさくて何やってるかもうずっとわかんないっすよ、3つ同時じゃん。うん、3つ同時にしてみたの。もう想像もしなかったっすね、うん。そんなことをやろうと思ったところで、今までの人生一度もないんで。そんなに好きならマルチスクリーンだっていう。どうでしたやってみて。楽しかったっすか？いや、俺は逆者が好きなんだなって。俺もやってみようかな。嫌いじゃないって。なんかそれに囲まれてるイベントに来たみたいな。なるほど、逆者に囲まれてテーマパークに来たみたいだ。テンション上がるなって言ってなって。わかんねえなー。前ほら、杉浦さん、AV も窓いっぱい出して、うん。あ、出す出す。見るって言ったじゃないですか。出す、3窓。集中力どうな、聖徳太子かなって思ったんですけれども。いや、それ、いや言ったでしょ、うん、まあ、A から C まであるんですね、うん。A は、決して脱がない、健全な。イメージビデオ的なやつ。イメージビデオ的なやつ。はいはい、B が割と過激なやつ。はいはい、うん、はい。どんな過激かは言わないけど。C はまた全然別ベクトルのやつ。なるほど。うん、なるほど、なるほど。で、俺のシャリンガンがこうギューンってこう動き始めて、C から A、A から C へ、B、B、A、A、B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 、C、C、A、B、B、B、C、C、C、B、B、A。たまに A を挟むの。そうなると A までが過激に見えてくるの。ズーさんのなんか脳の処理能力の無駄遣いすごいな。それ、どうだろうな、わかんない気が、わかんないわけではないですよ、よく、そう、セクシー女優さんがね、普通の番組に出てて、それを見ると、よりその後で AV 見ると超興奮するみたいな。あ、そうだね。こんな一面があったんだって言って、今日いっぱい服着てるねって。うん、服を着てることに。興奮。どうなってるんだろうね、あの世界ね。ねえ、ビームスの。あの、久保さんね。俺ら違うビームの話ずっとしてたね。そうそうそう。よくないよくない。